堀尾照久は、日本の教育学者。東京大学名誉教授。専攻は教育学、教育思想史。元 NHK アナウンサーの杉山邦博は実刑。美術視野で、文化学園大学名誉教授の堀尾蒔子は妻。勝田た森一の、国民の教育権論、胸方聖也の内外時効区分論を継承し、それらを発展させつつ、 コンドルセ・コンドルセット1743から94ら近代初期の教育思想に、高徳周水やホブソンなどの先駆的な帝国主義に関する論など国家論、社会論を接続して、その現代的再構成を試みた。現代公教育を支配社階級による非支配社階級の教家インドクトリーネーションシステムと定義し、近代における教育拡大を、 批判的に発足した。一般に近代の教育組織が伏線型として捉えられるのに対して、近代教育の見え構造、教育入門、現代教育の思想と構造を指摘した。また、現代教育の思想と構造を第一部、第二章四について分析して、政治家の時代における、非政治的民衆の喪失というパラドックス、デモクラシー下における、 デモクラシーの空洞化について論じた。その一方、人権としての教育を思想的に連磨し、その指示の組織会コールをや義務の共同化としての公教育、すなわちその機能から特育エデュケーションを廃止、それをシークインストラクションに限定される公教育モデルを提唱した。その思想は国民の教育権論として知られた。堀用の理論は、 家長教科書裁判における原告、家長サブローに焦燥をもたらした、東京地裁判決に、理論的基礎を提供した。堀尾は、国際的な、子供の権利に関わる経緯を積極的に主張している。1924年デクラレーションオブザライツオブザチャイルドイン、ジェネバ、ジュネーブ子供の権利宣言。1948年ユニバーサル。 Declaration of Human Rights 世界人権宣言。1959年 Declaration of the Rights of the Child 子供の権利宣言。1966年 Convention of Human Rights 国際人権規約。1985年 UNESCO 学習権宣言。1989年 Convention on the Rights of the Child 子供の権利条約。 ホリオの理論への批判としては、教育行政学者の持田栄一による、教育の支持性の持つイデオロギー性批判があると言われているが、ホリオが共産主義に、子や私の契機を通っていたことで、いわゆる社会主義に対するイメージがそれぞれで違っていた点を分析する必要があると思われる。進歩的文化人や日教祖の理論的支柱として知られていたが、 学校教育の実務については、就職度によるクラス分けを提案するなど原理、原則的な平等思想には立たなかった。家永教科書裁判に関わっていた。家永支援組織の教科書裁判ニュースに、家永先生、32年間という長い間の戦い、本当にご苦労様でした。先生の勇気ある決断と持続する行動力には、 ただ頭の下がるばかりですという祝辞を書く。堀尾は、1997年8月31日に、中国教育学会会長の招きで訪中したが、当然のこととして、話題となった、最高裁判決を、家永先生の勝訴として報告できたこと、中国教育者たちも喜んでいたことを、先生にお伝えしたいと思いますと書いていることを述べた。 中国の同志たちと一交流がさながらに、友の憂いに我は泣き、我が喜びに友甘うを実践するのを咎める気はないが、中国の大学に講義に行った時、心安い先生が、家長さんが羨ましい。国立大学の教授が国を訴えて、英雄視されるんですからね。我が国の学者は、政府の公式政策の範囲でしかものが言えませんと、こぼしており、 ひょっとしたら中国教育学会の歴歴々は戦時中の家流しが味わったような苦中にこらえていたのかもしれない。と述べている。ありがとうございます。